はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ、なんと第300回でございます。皆様拍手しとこ、ありがとうございます。はい、今回ね、300回切りがいい記念会ということで、ちょっといつもとは違うダラダラジオ、まあ、ちょっとポップな感じのね、雰囲気を今醸し出しているかもしれないんですが、やっていこうと思います。でですね、まあ、今回ゲストを、まあ、記念会なんでね、ちょっと連れてきたというか、来ていただいたわけなんですけど、まあ、私からするとですね、まあ、ゲストって呼ぶのも非常にこっぱずかしいんですが、今回私のね、 YouTube チャンネルにも出ていただいたことがある、弟のハジを、連れてきましたので、今回ね、この2人でやっていこうと思います。じゃあちょっとハジ、はい、自己紹介して。喋んの。皆さんこんばんは、ハジです。よろしくお願いします。相変わらず元気ねえな。声張れよ。いや、俺兄貴みたいに喋れないし。まあ、こんなね、ちょっと低いテンションの弟なんですが、皆さんからいただいた質問にね、いくつか答えていこうと思いますので、最後までぜひね、お付き合いください。では始めていきましょう。それでは早速、リスナーの皆さんからいただいた質問ね、答えていこうと思います。で、まずはラジオネーム、とんで群馬さん、ありがとうございます。最近母親がハムスターを買ってできた。あ、いいっすね。自分もね、昔ハムスター飼ってましたけど、めちゃくちゃ可愛いんですけど、名前をつけるのにめちゃくちゃ揉めていますと。あれか、家族でね、まあ、多分この子男の子なんだけど、男の子とかあれかな、兄弟とかお父さんお母さんとかで揉めてんのかな。で、ぜひ今回ゲストなんか記念会なんで、名前をつけていただけませんかということをいただきました。本当ありがとうございますということなんだけど、ハジどう？ハムスターに名前つけてらしいけど。あれ？昔兄貴が飼ってたハムスターの名前なんだっけ？うちはチョコときなことココっていうのを今まで3回飼ったことある。それは食べ物縛りみたいな感じ。あ、別にそういうわけじゃないんだけど、なんかたまたま響きが可愛いなと思って。じゃあさ、タピオカでよくね？タピオカ？あ、めちゃくちゃ流行りもんの名前みたいな感じになってるけど。まあ、でもさ、タピオカちょっと長いからタピとかでよくない？可愛くない？タピ。いや、ない。マジ省略とかないから、タピオカはタピオカだから。いや、お前のそのタピオカへのこだわりよくわかんないけど、まあ、ぜひね、まあ、ハジがタピオカって言ってるんで、とんで群馬さん、よかったらね、タピオカっていう名前にしてみてください。それではこの後もね、いただいた相談や、メッセージ読んでいこうと思うんですが、その前に一旦 CM を挟んだ後に、今回とんで群馬さんからいただいたリクエストですね、を流していこうと思います。こちらが、森山直太朗さんの桜を、ハジがカバーしたやつ。お前カバーしてんの？っていうか、なんで知ってんの？いや、俺も知らなかったけど、まあいいや。ハジが歌ったやつを流すそうなので、じゃあ CM の後ね、それ流して聞いていただけたらと思います。じゃあ引き続きよろしくお願いします。僕らはきっと待ってる君と。お聞きいただいたのは、ハジがカバーした森山直太朗さんで桜でした。実の弟の歌声をね、まさかここで聞くとは思いませんでしたが、まあ次の、ね、質問に答えていきましょう。それでは続いて、ラジオネーム、私はコーラよりサイダーさん、うん、そうか、そうだね、まあ、ちょっと俺は炭酸をあんま飲まないのでわからないんですけど、まあ、サイダーが好きなんでしょうね。はい、でこちらの質問が、受験生なのに恋をしてしまいました。告白したら迷惑かなって迷ってるんですけど、どうしたらいいでしょうかという相談でございますが、まあ、恋愛に関してはね、やっぱり私よりハジの方が経験も多いので、ちょっと答えてもらおうかなと思います。ちょっと待って、そのなんかすげえチャラかったみたいなイメージつけてやめてくれる？なんか見た目だけでさ、そういう風に思われがちだ。ありあり、そういう意味じゃないんだけど、ありあり、まあいいや。まあ、僕としては恋とか恋愛って別に時期関係なくないかなって思ってる人間で、もし好きな人に告白されればそれは嬉しいですし、じゃあ好きじゃない人に告白されても断るだけじゃないですか、うん、なので告白される側としては別に迷惑とかないんじゃないかなと思いますけど、どっちかっていうと、まあ、告白するそのなんだっけ、コーラさんでしたっけ、あ、サイダーさんかが、なんかモヤモヤしてた方、してるのが嫌なら告白しちゃえばいいし、
でも告白して振られてそのしんどさで耐えらんないとかって思うならしなきゃいいんじゃないですかね。なんかめちゃめちゃ真面目に喋ってるじゃん。さすが恋愛マスター。兄貴マジ殴るよ。悪い冗談まあでもね、今カジが言ってくれましたけど、自分も結構同じような意見で、恋愛ってどういう状況になってもプラスばっかりじゃないじゃないですか。なんか付き合ってたとしてもそれが楽しいばっかじゃないし、付き合ってて喧嘩して勉強に集中できないことだってあるわけだし、だから恋愛が受験生にとって、まあ、勉強において邪魔になるかどうかって、邪魔な恋愛をするかしないかだと思うんですよ。別に邪魔にならないそのモチベーション上がるというか、勉強頑張ろうって思う恋愛もあるわけだし、だからそうなれるかどうか、それが、コーラよりサイダーさんが思い浮かべれるかどうか、イメージできるかどうかっていうのは非常に大事なのかなって俺は思ってますね。別に、まあ、受験において恋愛はいらんとかっていうふうには俺は思ってないので、まあ、よかったらね参考にしてみてください。それでは次が最後、これハジに対する質問なんですけど、ラジオネーム卵かけご飯さんからいただきました。ハジさんは YouTube とか見るんですか？見るとしたらなんか好きなチャンネルとかないんですか？っていう質問だね。完全にお前に対する質問だけど、どう？そうっすね、まあ見るは見ます、はい、ただだらだらといろんなチャンネル見るのは時間もったいねえなって思っちゃうんで、好きなチャンネルだけっていう感じですかね。え、実際誰が好きなの？東海オンエアのりょうさん。あ、東海オンエア好きなんだ。いや、ちげえから。東海オンエアのりょうさんが好きなの。りょうさんの個人チャンネルだけ見てる。でもさ、りょうさんあんまり更新してなくない？は？いや、マジでりょうさんの悪口言った場合、兄貴でもほんとぶん殴るよ。いやいや、悪口じゃないんだけど、更新頻度がゆっくり、忙しいからさ、メインチャンネルもあるからゆっくりだよねっていう話をしてただけなんだけど、切れるな。俺もりょうさん好きなんだから、まだお会いしたことないんだよ、りょうさんは。いや、マジでりょうさんが料理したりとか、なんか風呂に入りながら質問答えるのとか見ててすげー癒されるんで、兄貴を見た方がいい。ハジがまだりょうさんへの愛を語っておりますが、そろそろ終わりに向かいたいと思います。今回300回記念ということで、まあ、このような形でやらせていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、ちょっとでも楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。でちなみに次回からは普通に戻ります。今までのね、落ち着いた空気じゃない雰囲気の中で、まあ、だらだらテーマを決めて喋っていく回に戻りますが、まあ、たまにまた100回後ですかね、400回の時にでもちょっとおふざけの含んだねやつをやるかもしれないんですが、またよかったら次回からも聞いてみてください。ただ振り返るとですね、300回ってなかなかな数字を続けてきたなと、まあ、個人的には思うんですね。実は第1回って2013年の12月、まあ、29日、ちょっと前後してるかもしれないですけどね、まあ、年末に始めたんですよ。だからもう丸6年ぐらいがね経ってるんですが、第1回聞いたことない方多いですよね。ちょっとせっかくなんで第1回の放送回ちょっとだけ切り抜きで入れますね。はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第1回でございます。まあ第1回なんでね、見てる子たちもはっていう感じだと思うんですけど、こんな感じで勉強のね関係ない動画をちょっとスタートしようと思います。タイトル突然どうしちゃったのですからね。本当お前がどうしたんだよって話なんだけど、せっかくなんでリンク貼っておきます。よかったらちょっと聞いてみてください。6分ぐらいの動画なんでね。まあここから思いつきで始めて、最初はその授業じゃないトークをする部分、その時は顔出しでトークとかもしてなかったので、なんか思いを伝えるとか相談に答える場所が欲しいなと思って始めたんです。そしたらこうめちゃくちゃね視聴されるっていう動画ではないんですけど、コアな方が愛してくださって、すごくこう、例えば高校までしか授業はないから卒業した後はまあ授業動画見ないじゃないですか。でも大学に入っても社会人になっても、あとはもう普段からね社会人の方とか主婦の方でもうダラダラジオだけすごく聞いてますみたいな方もいらっしゃって、まあそれに励まされてここまで続けることができました。だってダラダラジオ、まあ何回か話したけど、ダラダラジオ何回かやめようとしてるからね、途中で。いや、してたんですよ、実は。何回も打ち切ろうってしてた時期もあったんですけど、まあこれからもね、300引き続き301回からも、まあ、続けてやっていきますので、よろしくお願いします。という感じでちょっとね、まとめてみましたが、最後はね、バシッと端の方から一言お願いします。そうだな。みんな風邪ひくのよ。はい、ということで、以上です。ありがとうございました。